撃マーサンポ。石森店長の突撃マーサンポ。ナシルです。ナシルです。はい、どうしたの今日。今日は何これ黄色コーデ。最近ね、あのソフトバンクホークスの仕事したからちょっと最近黄色で攻めようと思ってます。あ、そうですか。あ、よかったですね。ビッグはもうね、黄色いポルシャスなんで。ほんと？ほんとほんと。あ、そうか、そうだった、そうだった。で、ビッグはそれで赤じゃないですか、文字が。そうそうそう、黄色と赤っていうのがいいんですよ。だからこれ、だって赤と緑だ。あれ？あれ？あ、ビッグワンカラー。そして今日はどこに？いや、今日はね、はい、こっち浦添市なんだけど、中西って。中西、うん、でさ、ちょっと気になるところがあって、うん、スーパーなのか、それともお弁当屋さんなのか、うん、お惣菜屋さんなのか、うん、ちょっとわからない。え、だから今日ちょっとね、確かめに行こうかなと思って。弁当しか売ってないスーパーみたいな。いや、わかんないんだよ、ちょっとね、行ってみないと、はい、ほら、ここここスーパースーパー、コムコム。ちょっと待ってください。かわいいね。黄色に赤じゃないですか、これも。これは、ほら、だから買いたくなる。あ、買いたくなる。そうですね。こちらです。はい、ちょっと朝早いですからね。すごっ、ほんとだ。あれだったね、やっぱりね、朝早かったからね。せーの、ハリュー。分かってたわ。え、分かってたわ。分かってたわ。え、女優志望ですけど、俳優志望。あ、俳優やってないわ。顔で分かるわ、顔で。見分けてる二人。はい、行きましょう。はい。縄の弁当だね。ポークと卵。ちょっと久しぶりに見た沖縄弁当で、しっかり魚がメイン。本当だ。なかなか見なくない？そうだこれね、うん。魚がメインって。サンマの。エビ掘り余るし。うん、あ、出ました。オムライス。あ、本当だ。オムライス。あ、これ美味しそう。こちらにはですね、なんかまたお惣菜だけ、あの、1個だけ、こう販売もしてますよね。お、ちょっとなんか美しい。これは何ですか？海苔とごまが入ってます。うわー、ちょっと斬新。それこれは、え、納豆巻きですか？納豆巻きって普通に、うわ、すごい。170円。めっちゃいい。普通に飲み物も売ってるし、なんかスーパー、そうスーパーポイントになる。店長はどうします？私は決めましたよ。決めたの？私これですか？突撃マーサンポ。はい、ジサビラ。はい、ナシルはちょっと大人なベッド。なんかちょっとシックだね。そうなんです、これは大人。でもこれは大人って言っても沖縄っていうのは大体この赤い赤い容器の弁当で、ね、いやー、オムライスめっちゃうまそうじゃないですか。さあ、これ早速行ってみます、はい、行きましょう。これからよ、いやー、なんか、おや、出てきた出てきた、お米できた。もうオムライスをさ、俺さ、お箸で食べるの初めてだ。はい、オムライス行ってみたいと思います。うまい。いや、このね、ライスがさ、チキンライスの味が真面目な方で、あ、いいですね、スプーンもありましたよね、うん、おいしい、おいしい、うん、じゃあ、ナシルさん行ってみますかね。ナシルさん、大人だね、うん、こういうは、焦げ目がいいな、またな、うん、ちょっとね、食欲そそそうなの。照りがやばいでしょ、よだれがたまらない。ご飯が進むやつ。うまっ。魚もめっちゃ柔らかいけど、味付けが甘辛っぽい感じがめちゃくちゃ美味しい、うん、でも全然ツンツン来ないなんていうのは、もうまろやかな本当に味付けだから、いや、これ最高です。うまっ。うわ、めっちゃうまそうだよ。柔らか、もう柔らかしか言えない。こういうのが入ってると嬉しいんだよな、うん、炒め物ですね、うん、ちょっとね、
昔はやっぱ大人の弁当だからね、うん、大人の弁当だからですかね、うん、ちょっと煮た、炊いたやつね、炊いたやつ煮込みね、昆布も入ってますけど、まずね、やっぱりね、炊いたものといえば大根でしょ、これやっぱり大人の弁当、見てください、大人の弁当でしょこれ子供はこちら側じゃないお子ちゃま弁当やるよ、これまさか染みてる、あげればよかったね、めっちゃうまい、めっちゃうまもうすごい、もう一個欲しい、大根だけとか、大根だけとか、この椎茸とかも全部煮込まれてるのさ、この同じような大根のな、あれだよ、うん、こういうのは染みてるね、うん、え、これ煮物だけとか売ってんのかな、とっても美味しい、うわ、やばデジナと、いや、よかった、この弁当で、うん、これは、奥玉の奥玉弁当ねうわ、全部うま、煮たやつ全部うま、さあ、スパゲッティいただきます、出た出た出た、これ弁当ちゃんと出てんのかな、かなりね、うん、なんかでもあれじゃないですか、ちゃんとスパゲッティになってるやつじゃないですか、ちょっとケチャップちょっとかけただけとかあるじゃないですか、めっちゃうまい、ね、ちゃんとスパゲッティ、ちゃんとさ、このピーマンがシャキシャキしてんだよな、すごいですね、スーパーコムコム、いいよね、この弁当さ、やばい、いろんな種類もあるしな、普通に毎日行きたいんですけど、うん、あと、はい、種類が多いですね、スプーンはこうですよね、これね、上で撮影してくれ、すみません、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、もうお邪魔してるのよ、いただきました、ありがとうございます、あの、こちらのご主人様、はい、あ、そうですか、ありがとうございます、スーパーコムコムさんは5時45分からやられてます、ね、細かいですけど、夕方までですか、6時まで、ちなみに何年ぐらいやったの、28年、うわ、すごっ、すごいっすね、でも美味しくて特に煮物に今感動してたところとかじゃないですか、はいはい、僕オムライスに感動しよう、いや、ありがとうございます、どうもありがとうございます、いただきました、突撃マーサンポ、パッチされた、店長、はい、すごいね、スーパーコンカバ、お客さん必見だし、うん、本当にすごいね、ちょっと、いやー、もう美味しかった、本当にどれも美味しかった、主役以外のも美味しかったから、もう最高でございます、主役は、ね、主役はおさ、私はサバです、サバでございました、店長はオムライス、オムライスね、さあ、はい、行きましょう、はい、あ、すいません、あ、美味しかったです、美味しかったです、もう本当、もう主役以外のものも全て美味しくて、もう本当ありがとうございました、もうこちら、もともとはスーパーだったんですか、そうですね、普通の日用雑貨とかなんか置いていて、それから、もうあと今お弁当とか惣菜とかスーパー弁当屋さんにシフトされたってことですね、こういう時お父さんずっと手を振ってね、またまたあるんですか、あの手この手が、あの手この手が、あらあら、すごい、いやー、もう大満足でございます、あの、はい、僕あちこち YouTube で回ってるんです、はい、ご存知ですか、見てます、あ、ありがとうございます、見てくれてます、ありがとうございます、視聴者なんです、ありがとうございます、はい、というわけで、これこのマーサンポステッカー差し上げたいので、もしよかったらもう、はい、ありがとうございます、頑張ってください、また近くに寄らせていただき、本当に来ます、本当に来ます、ありがとうございます、はい、頑張ってくださいね、皆さん、ありがとうございました、どうも、はい、ありがとうございました、いやちょっとこれね、このスーパーコムコムさん中も広いからすごく選びやすいんだよな、まさん、なんか明るいし店内も、しかも店内で食べれる、いいですね、ね、いいよね、はい、はい、いや最高でしたね、今日もこんなところかな、はい、ね、まあ、チャンネル登録ね、はい、やってくれるとめっちゃ嬉しいんだけどね、本当ね、あとはやっぱり情報も欲しいですね、いろいろ、はい、あとあれじゃない、ナシルきれいっていうのも欲しいんじゃないそれはもうちょっとできれば、名前を変えてずっとナシルきれい、なんとかさ、いらないからね、そういうのね、それでもナシルさんのテンションが変わるっていうことです、はい、はい、お願いします、ナシルさん頑張ってね、はい、頑張ってね、はぁ、頑張ってねじゃないわ、頑張ってね、毛穴はあります、おいやめろ、やめろ、やめろ、これで隠し
ますから。ありがとうございます。最近パイナップルだからな。はい、今日はこのところです。ありがとうございました。